ラマー軍はアメリカ合衆国ジョージア州の中央部西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は18,317人であり、2000年の15,912人から15.1%増加した。軍庁所在地はバーンズビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ラマー軍はアトランタ大都市圏に属している。 ラマー軍を設立するために1920年8月17日、ジョージア州議会は憲法修正を提案し、同年11月2日に行われた州民の投票で修正が承認され、ラマー軍が成立した。領域はパイク軍とモンロー軍の一部から取られた。軍名はミシシッピ州の政治家、ルキアス・クインタス・シンシナタス・ラマー2世にちなんで名付けられた。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は185.79平方マイルであり、このうち陸地184.82平方マイル、水域は0.97平方マイルで、水域率は0.52%である。週刊高速道路アメリカ国道ジョージア州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。